次に、第35回、坪田行事文学賞の受賞作が決定いたしましたので発表させていただきます。受賞作は村中理恵さんのあららの畑、この本です。よろしいでしょうか。はい。受賞作は大成社から出版されているものであります。受賞作の概要と作者の公約は以上の一種の通りでございます。参考の経過について申し上げます。平成30年9月1日から令和元年8月31日までの1年間に全国で刊行された単行本の中から大人も子どもも共有できる優れた作品という観点で、小説家、児童文学者などの方などから推薦のあった93の作品について4回の予備選考委員会で審査し、受賞候補作、5作品を選考いたしました。選考委員会は令和2年1月の14日に都内で開催され、選考委員は小説家の五木寛之さんを含む7名でございます。選考委員会では候補作を1作ずつ審議した結果、村中理恵さんのあららの畑が受賞作品に選定されました。受賞者ご本人と選考委員のコメントは資料1に掲載しているところであります。坪田行事文学賞については資料2の記載の通り、岡山市名誉市民でもある坪田行事氏の偉大な業績を称えるとともに、市民の創作活動を奨励し、市民文化の向上に資することを目的として昭和59年12月に制定し、昭和60年度から毎年度優れた作品にお送りするものであります。資料3ではこれまでの坪田行事文学賞受賞作品一覧を掲載しているところであります。今年度の贈呈式は3月の1日日曜日午後2時から岡山市中区小橋町にある市民文化ホールで開催し、坪田行事生誕130年記念行事として選考委員の五木寛之さんによる講演会を開催いたします。村中さんってご存知ですか。知らん。坂下さん知らん。秋山さん知ってる。みんな知らないんだよ。ノートルダム精神大学の、先生なんで、岡山の、正確になんだっけ、児童文学賞、児童文学賞でいいんだっけ、はい、岡山 の児童文学賞で、ね、常に、いろいろと入選作品とか、それに対して、いろんな評価をしていただく、当日も、賞の当日も来ていただく。私も今まで受賞をされた方の中で唯一事前に知ってた。いろいろな評価を聞いているとですね、非常に的確であるんですが、ご本人の本は読んだことなかった。読みました。非常に短時間で読めます。これはですね、横浜から山口へ引っ越して、で、小さな畑をもらって耕している女の子と横浜の女の子の手紙のやり取りを通じて、自然の尊さ、不思議さとかですね、そういうものと、それからいじめにあった友達のことを非常に、なんて言いますかね、ビビッとに書かれているような気がします。終わり方が独特なんです。これ以上言いませんけどね、ぜひ読んでいただければと思います。最後に話題は全く変わります。企業誘致であります。
この度岡山市の補助金の活用により新たに4件の遊園地が決定いたしました。岡山市では今年度より市外からの企業誘致に加え、市内企業や製造拠点の機能強化により経済基盤の強化を図るため制度活用を行っております。まず第一、天満屋ストアでありますが、岡山市本社中四国支店と立地推進事業補助金制度を活用して、天満屋ストアが本社ビルの建設を決定されました。今年度新たに市内企業が本社の新増設や株流を行う場合を補助対象に追加いたしましたが、本件はその1件目でございます。業務効率化による働き方改革の推進やセキュリティ強化を図るため本社ビルを建設するということでありまして、事業開始は今年の5月の予定ということで、今回の建設に伴う固定資産投資額は約5億円の予定であり、新たに6名の常用雇用者の採用が見込まれます。次に、徳山電機でありますが、これは岡山市再投資拠点強化促進奨励金制度を活用し、徳山電機製作所が本社工場の建設を決定されたものです。今年度製造工場の生産性向上および職場環境改善を目的とした設備投資について新たに補助対象に追加しましたが、今件はその1件目であります。具体的には大型配電盤の需要増加に対応するため新たに工場を市内に建設します。また地元人材の確保や女性社員の長期定着を目的とした職場環境改善にかかる設備投資を行う。改善内容としては女性用パックトイレの拡張やエレベーターの設置などであります。事業開始はもうすぐですが、令和2年2月1日の予定であります。今回の建設に伴う固定資産投資額は約 2.6 億円の予定であり、新たに5名の常用雇用者の採用が見込まれます。次に料理システムでありますが、岡山市企業立地促進奨励金制度を活用し、料理システムがデータセンターの増設を決定されました。具体的には法人向けデータセンターおよび公共向けクラウドの需要に対応するため、既存事業所岡山クラウドセンターの敷地内に2件目のデータセンターを増設するものであります。事業開始は令和2年8月15日の予定で、今回の建設に伴う固定資産投資額は約 17.7 億円の予定であり、新たに13名の業用雇用者の採用が見込まれます。次に、岩佐システム株式会社でありますが、岡山市企業立地促進奨励金制度を活用し、岩佐システム式のが研究所の新設を決定されたものです。具体的には折りたたみスマートフォンなどフレキシブル製品の市場拡大に伴い、製品の耐久性の評価を行う研究所をリサーチパークに新設をします。当該研究所ではユーザーの製品開発段階からユーザーと競争しながら耐久試験機や試験方法の試作試行開発を行う部門を拡充するものであります。事業開始は令和2年6月1日の予定で、今回の建設に伴う固定資産投資額は約 2.7 億円の予定であり、新たに13名の常用雇用者の採用が見込まれます。で、最後のちょっと資料をご覧いただけますでしょうか。企業誘致件数についてと投資額についてということで、令和元年、特に投資額が非常に大きくなっておりますが、これは空港南団地の3つの事業の影響でありますけれども、まず誘致した件数は今回の誘致を含めて計9件であります。今後とも、企業のニーズを捉えて、西日本の地域の拠点都市として企業の誘致を進めていきたいと思っております。最終的に年度単位でどうなるかということでありますが、まだ
我々の方は接触をしている企業もございます。まだ確たることは申し上げられませんけれども、相当数の方にはなっていくんじゃないかなというように思っているところであります。私からの説明以上です。